ときめきメモリアルガールズサイド4、早速一途ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は初めての、お正月をさっさくんとね過ごしたところですね。でまさかね、まあ風間くんとで同じ感じでこうお正月きっかけで好き状態に持ってけたらいいかなぐらいに思ってたんですけど、まさかしてお正月来る前にねコロッと言ってくれるとはちょっと思ってなくて結構びっくりなやっぱあれかな、この間も言ったけど風間くんはちょっとこうバッチリ好印象がやや少ないかなって思ってたので、私が計画したデート場所の中ではね、まあ、それがちょっともしかしたら大きかったのかしらなんて思いました。ちょっとねびっくりだからちょっと今後ねお誘いしてくるからちょっと計画的にやらないとね。あ、今月お休みが結構たくさんあるわね。一回ぐらいちょっと誘われてどっか行っときたいです。まあでもここがね、第3日曜日がすごい必ず誘われない日としてちょっと助かるから、ちょっと大事にねしていかないとね。ちょっとさ、今月こそハトバオ出したいんだけどハトバオ出したいぞ、そろそろ。まあ別に全部後ろに倒していけばいいだけなんだけどさ、とりあえず出てないから。あー、プラネタリウム、大嫌いなプラネタリウムにお誘いするか断られるかしら。いいタイミング。びっくりした。こっちがびっくりしたよ。マリオは通りしてないけど、なんか。さっさく、今いいかな。もちろん。俺も電話しようかなって思ってたとこ。よかった。もういきなり明日だけど、断られるかしら。1月10日にプラネタリウムに行かない？おお、行く行く。どうしよう、今からすげえ楽しみかわいいなそんなに？いいだろう、楽しみなんだからじゃあ1月10日に羽ばたき駅で待ってるね。わかった、走ってく。じゃあね。走ってくな。やった、早く1月10日が来ないかな。まあ、ちょっとすぐ来るけどね。はい、じゃあ、今日多分、臨海地区だから、これでイベントが出るはずなんだけど、今日はじゃあ、プラネタリウムにね、行ってきたいと思います。ちょっとそろそろ、違う服が、ガーリー系以外で、もうなんか好きになってくれたから、ちょっとガーリー系以外の服着たいな。服、買いに行きたい。少し早く着いちゃった。あれ、さっさくん？どうした、早いじゃん。さっさくんこそどうして？どうしてって言われてもさ、最初は普通に歩いてたんだぜ。でもさ、気づいたら走ってた。え、走ってきたの？うん、君と会えるって思ったら結果的に走ってた。そんな感じ。なんか嬉しいな。好きなもんめがけて自然と走り出しちゃうって、なんか俺犬っぽいな。呼んだ？高地トレーニングの日じゃないな。いいじゃんそれ。え、この服？うん、すごい似合ってる。女の子っていうかさ、君そのものって感じ。さっさくんの好みにハマったみたい。やった。今日のそれ、女子のマストアイテムなのか？
結構いるよな。ストール流行ってるもん。でもさ、ひいき目なしで君が一番似合ってると思う。やった、さっさくに褒められちゃった。ここでいいのか。あ、そっか、今日あれか、多分大接近出ないから好きに触ってよかったか。微妙そうだな。薄暗い空間にリクライニングシート、心地よい BGM、 やばいな。足元を気をつけて。君にはかなわないな。薄暗さとこの雰囲気、シートがふかふかでぐっすり。あの寝息、やっぱ君か。うん、いい感じだよね。足元を気をつけて。こら、しつこいぞ。お、来たか。あ、突然、あら。突然映る。ショッピングモールに。え、いい顔してる今のあなた。五郎先生。え、世界のファッションリーダーの花椿五郎先生。うんうん。へえ、あなたが選んだ原石いいんじゃない。原石って俺のことですか。決めた。ちょっと借りるわ。原石、カモン。原石って呼ばれてるの。あ、ちょっと。言っちゃった。五郎先生とさっさく何してるのかな。お待たせ。あ、はい。え、あら。あなたの原石ちょっとだけ研磨したの。すごい、なんかプラス10歳ぐらいになっちゃった。あら、すごい、だいぶイメチェンね。どうしたの。すごい、さっさく大人っぽくなったかも。うん、俺こんな格好したの初めてだよ。そのメガネ、メガネがないの、メガネがないのみたいな、メガネがないの。うん、ゴロフレッシャーズコレクション、このスタイルで行くわ。ちょ、メガネがなんかフレッシャーズ感出してないけど。メガネがなければ、メガネがなければフレッシャーズな感じだわ。あのね、あのネクタイの色はチョイスしないかもしれないけどね。新卒は。それってアバチャで特集するファッション企画じゃん。お、俺がモデル。赤くなっちゃった。なんなん、お洋服だけ、この体で確認させてもらったの。そういうことか。あ、そうっすか。ですよね。その服はあげる。アデュー。ああ、ありがとうございます。さっさく少し残念そう。スーツでイメチェン、かっこよかったな。ああ、今日も笑った。君とだといっつも笑ってる。ありがとう。どうかした？それは取っておきたい。君の家まで送る。ほら、俺用心棒向きだしさ。どうかした？心拍数やばい。さっさく送ってくれてありがとう。
どういたしまして。じゃあな。どうかした？なんかね、目行ってもすぐ口判定に。もう帰んなきゃな。さっさくんに送ってもらっちゃった。あ、さっさくんからメッセージ。今日はありがとう、楽しかったよ、だって。うん、今日は少しさっさくんと近づけたかも。ちょっとそろそろ出てほしいな。あ、来たかな。次のハバチャコラムは何について書こうかな。よし、まずは街を探索してみよう。あれ、なんだか向こうがにぎわってるみたい。行ってみよう、行ってみよう。あ、新しいオブジェが設置されたんだ。わあ、綺麗。あのオブジェ、触れると音が鳴るんだって。うんうん、しかもその音色で恋占いができるらしいよ。ちょっと触ってみようかな。えい、綺麗な音色。これはいい兆し。うん、ここはデートスポットにぴったりだ。新スポット鳩場、早速帰って記事にしよっと。はぁ、できた。まあこんなもんだよね。それじゃ送信。よかったよかった、無事に出たわ。これはまあ読まなくていいか。私は鳴らしていいってみたいって言ってるけど、鳴らしませんけどね、今回もね。今回もってかずっと鳴らさないけど。ゲーセンもあんま好きじゃないんだけど、断られるかしら。はい、サッサです。あ、サッサくん、今電話平気？今は電話に出られないので、留守電に名前と要件をよろしく。あ、留守番電話か。藤谷です。1月23日にゲームセンターに行かない？聞いたら連絡ください。これでよしと。折り返しの電話を待とう。あ、さっさくんからだ。はい、藤谷です。あ、俺電話出られなくてごめん。うんうん、それでどうかな。もちろん行くよ。やった。じゃあ1月23日に駅前広場で待ってるね。はあ、君が用事入れる前でよかったよ。楽しみにしてる。じゃあね。やった、早く1月23日が来ないかな。ちょっとたまには流行コマンドでもやるか。お、しおり、ちょっと私から誘いたかった。あ、さっさくん、もしかして待っててくれたの？うん、今日は一緒に帰れそうだったからさ。どうかな、ちょっと喫茶店でも行くか。今は別に、あ、まあ普通に一緒に帰ってもいいんだけど。じゃあお茶して帰ろうよ。いいよ、その方がいろいろ話せるもんな。うん、そうだね。ついでになんか食べよっかな。ところで早速。ん？何？何が好きなんだろう。あ、でもそっか、うどんって言うかな、ここで。さっさくんの好きな食べ物って何？うどんだよ。やっぱり。うどん。君は好き？うん、美味しいよね。俺はそばより絶対うどん派。これ、あれなんだろうね、風間くんがそば派だからさっさくんをうどん派にしたのかな。この辺、りょうたとは合わないんだよな。まさに。あいつそば派だから。そうなんだ。で、
君もうどん派ってことだよな。こりゃ次リョータと会うのが楽しみだな。できればあんま3人でいたくないだけど、ちょっとそうそう私は両方好きかな。逃げたな逃がしてよ早速はうどん派っと。はい、じゃあ、今日はゲーセンに行ってきたいと思います。少し遅くなっちゃった。あ、さっさくんもう来てる。お待たせ。あ、来た来た。遅れてごめんなさい。確かに待ったけど、君にそんな顔してほしくないな。あ、じゃあさ、代わりにまた今度ここで待ち合わせするってどう？それで次はちゃんと来ればいい。そしたら今日の遅刻は上書きされるだろう。うん、わかった。ありがとう。どうかした？いいよ、寄りかかっても。いいじゃんそれ。え、この服？うん、すごい似合ってる。女の子っていうかさ、君そのものって感じ。さっさくんの好みにハマったみたい。やった。今日のそれ女子のマストアイテムなのか？結構いるよな。ストール流行ってるもん。でもさ、ひいき目なしで君が一番似合ってると思う。やった、さっさくんに褒められちゃった。とりあえず入ってみるか。呼んだ？コーチトレーニングの日じゃないな。へえ、ダンスゲームか。さっさくんからどうぞ。失敗しても笑うなよ。やったね、バッチリ好印象。呼んだ？君、いい匂いがすんだな。今日も笑った。君とだといっつも笑ってる。ありがとう。どうかした？今つないだら話さないよ。あのさ、もう少しだけ時間いい？うん、大丈夫だよ。よし、君と行きたいとこあるんだ。こっち。呼んだ？もしかして早く帰りたかった？君って小さいんだな。ん？え？何すんだよ。だから何？うん、嬉しいけどこの辺でいいんじゃん。やられっぱなしは嫌だな。分かったって。近すぎかな。俺はいいけど、まだもう少し隣にいたいな。思いっきり遠回りしよう。なんかあった？うおっ、それやばっ。マジ困る。
マジ困る。ああ、今なんかが変わった。これ以上はさ、やめとこ。マジ困る。マジ困る。もうやめとこ。なんでわかんないかな。もう限界だった。もうそれやばっ。いいよ別に。ああ今なんかが変わった。マジそこまですんのかよ。もちょっと待って。だから待てって。いや、ほんとマジでまずいって。終わり、終わりだって。はあ、全然ダメじゃん俺。え、歯が立たなかったよ君のスキンシップに。ササク、こないださ攻略法を考えるって言ったろ。君の手を取って動きを止めたりはできるかなって思ってた。私夢中になってて。夢中な。もう全く追いつかない。手を押さえるとか無理だった。素早すぎんのかな。最後は諦めてた。めっちゃ素早い動きなのかな。なんかごめんなさい。うん、もうやめよう。俺自制聞く方だけど、どうかなったら嫌だしさ。うん、分かってくれたな。頼むよ。分かったと思う？やっぱり私さっさくんのこと悩ませてるみたい。あ、さっさくんからメッセージ。一日があっという間だった、また行こうだって。よかった、今日はさっさくんとすごく近づけた気がする。今週はバッチリ頑張ったよね。流行に詳しいって周りが見えてるってことだもんな。君らしいって思うよ。やったね。よし、誘ってこなかった。あ、バイト今更。流行が低すぎたのね。あ、ハトバね、せっかくハトバ出たからハトバ行きましょう。来月2回か。あ、ちょっと来月、そうだ、冬1回も買い物行けてないから来月ちょっと買い物行きたいな。あ、でも行けるだろうこの感じなら。1日空くもんね。よし、あとは。おお、いいタイミング。さっさく今いいかな。もちろん、俺も電話しよっかなって思ってたとこ。よかった。あのね、
2月6日に臨海公園に行かない？おお、行く行く。どうしよう、今からすげえ楽しみ。そんなに？いいだろう、楽しみなんだから。じゃあ2月6日に羽ばたき駅で待ってるね。わかった、走ってく。じゃね。やった、早く2月6日が来ないかな。こんなにデートしてて陸上の方大丈夫なのかって心配になっちゃうね。あ、道彦から誕生日もらえなかった。はい、まあいいわ。こんばんは。こんばんは、どうしたの？誕生日おめでとう。どうしても今日おめでとうって言いたくてさ、突撃してごめん。ううん、さっさくありがとう。その顔見れてよかった。じゃあ、さっさくんからプレゼントもらっちゃった。プレゼント何くれたのかな。チョーカーか。メダイチョーカーってなんだろう。あのメダイユと同じかな。あの若織先生がくれるやつ。メダルっぽいってこと？あ、やっぱそうなんだ。メダルのことなんだね。わー、かわいい。なんだか小さな金メダルみたい。今度のデートでつけてみようかな。そろそろ練習時間も終わりか。マネージャー、片付け終わったら一緒にクールダウン走ろうぜ。いいな、たまには俺たちも入れてくれ。いいよ。1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8。たまにはみんなでクールダウンもいいな。うん、そうだね。週に何回かメニューにしてもいいかも。うん、そうやって君が動いてくれるから陸上部はなんとかまとまってる。俺がここでやれるのも君のおかげだ。え？3 2 3 4 5 6 7 8。君がいてくれて本当によかった。ありがとうな。のぞむくん、すごく嬉しいな。よし、これからも頑張ろう。はい、じゃあちょっと大接近がね入るからちょっと長くなっちゃうからな。じゃあ、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。